本日の動画は中国連盟準決勝三井不動産との試合をお送りします。あと2勝で優勝の STBC、 果たしてこの試合を勝ち決勝戦へ進むことができるのか。本日のスターティングラインナップ。1番ファースト牛輝、背番号44。2番センター鎌田、背番号9。3番サード新人、背番号7。4番ショートオカピー、背番号4。5番ピッチャー大輔、背番号52。6番セカンド順平、背番号18。7番キャッチャーグロー、背番号27。8番レフトガワー、背番号11。9番ライト松、背番号96。 STBC 対三井不動産中央区連盟準決勝です。まずは1回の表、先頭バッター勇気、ワンワンからの3球目。ここは高めのストレートを打ちにいきます。打球はサードの方へ、これはサードが弾き、サードエラーで先頭バッターが出塁します。続く2番鎌田が倒れ、ワンアウト1塁で打席には3番新次、ワンツーからの4球目。相手が投げたのは小判し、一塁ランナー勇気がスタートします。相手の隙を突き、すぐ進塁します。スタートが素晴らしかったです。その後ワンスリーとなり5球目。ここは低めの変化球を打ちに行きます。打球はボテボテをサードゴロ、しっかりとサードキャッチ、送球ツーアウトとなります。ここで迎えるは4番ショートオカピー、ツーアウト3塁の場面、1点を取ることができるか。カウントはワンストライクからの2球目、果たして1本出るか。ここは低めの落ちる変化球を打ちに行きます。打球はレフトの元へ、しかし伸びが足りず、レフトフライでチェンジとなります。 STBC 先発は大輔。まずは先頭スーナッシンからの3球目。ここは低めの変化球を振らせます。しっかりと空振り三振を取り、先頭バッターを抑えます。しかし続くバッターにフォアボールを与えてしまい、ワンアウトから出塁を許します。そして続く3番バッタースーツーからの5球目。ここは高めに浮いたストレートを弾き返されます。打球はぐんぐんと伸びていき、左中間真っ二つ、これが長打コースとなります。ランナーは三塁を回りホームイン、打ったバッターは三塁まで行かれ、1点を先制されます。そして続く5番バッターツーワンからの4球目。ここは甘くなった真ん中のストレートを運ばれます。打球はライトの頭上を越え、長打コース、三塁ランナーがホームインし、追加点を奪われます。その後もう1点を失い、初回に3点を奪われます。反撃したい STBC、 2回表の先頭は大輔、ワンストライクからの2球目。ここは低めのストレートを打ちに行きます。打球はサードの元へ、これをサードが送球し投げますが、大輔の足が勝り、内野安打となり、先頭バッターが出塁します。そして続くバッターは6番順平、カウントはワンツーからの4球目。ここはストレートを弾き返します。打球は痛烈なレフト前ヒットとなります。これでノーアウト1、2塁の大チャンスを STBC は迎えます。一番いいつなぎよ。続くは7番グロ、
ワンツーからの4球目は高めのまっすぐ打ちに行きます。打球はショートのもとへ。しかしこれをショートがエラー。エラーでノーアウト満塁の大チャンスを迎えます。そしてここで迎えるは熱き男8番ガワー。カウントは2ツーからの5球目は高めのスライダーを打ちに行きます。打球はサードのもとへ。打球が跳ね三塁ランナーはホームイン。ガワーはサードゴロでアウトとなりますが、このゴロで STBC が1点を返し1対3とします。そして続く松はしっかりとフォアボールを選び、ワンアウト満塁とします。この場面で迎えるは1番勇気。カウントはワンワンからの3球目。しっかりと低めのストレートを振り抜きます。だがしかし打球が伸びず、これがセカンドフライとなり2アウトとなります。2アウト満塁の場面、迎えるは2番鎌田。カウントは 2-3 からの6球目。ここはしっかりと強度の球を見逃し、フォアボールを選び、 STBC が押し出しで1点を返し2対3とリードを縮めます。ここで迎えるは3番新次、期待のかかる打席です。カウントは 2-3 となり6球目。ここは高めのまっすぐを振り、空振り三振となりチェンジとなります。その裏の回を0点で抑え、迎えた3回表の STBC の攻撃、先頭はオカピー。ここはしっかりと変化球を打ち返します。打球はセンター前に抜けると思いきや、ショートでキャッチするか、オカピーの足が勝り内野安打で出塁します。続くは5番大輔。ここで相手が牽制を投げます。しかしこれが悪送球となり、一塁ランナーオカピーが進塁します。セカンドランナーオカピーしっかりとリードを大きく取り、相手を揺さぶります。ここでキャッチャーが送球、しかしこの送球がそれセンターへ、そのセンターも後ろへそれし、オカピーが一気にホームへ向かいます。このオカピーの好走塁で STBC が3対3の同点に追いつきます。同点に追いつくも、この回はこの1点で3アウトチェンジとなります。そして時間の都合上、この回が最終回となります。最終回の先頭は代打キャプテン大輝。大輝が先頭で出塁することができるのか。カウントはワンツーからの4球目。ここは真ん中のまっすぐを捉えます。打球はレフトへ大きなフライ。しかしこれは惜しくもファールとなります。ツーツーとなり5球目。先頭出塁したいところ、ここは外のまっすぐを捉えます。打球は痛烈なレフト前ヒットとなります。ノーアウトから先頭バッターや大輝が出塁します。そして続くバッター松がしっかりと送りバントを決め、ワンアウト二塁のチャンスを作ります。しかし後続が打ち取られ、3対3のままサドンデスに入ります。サドンデスでもピッチャーが粘りを見せ、両チーム無得点に終わります。決着はじゃんけんで決めることに。そして2対4で負けている状況。じゃんけんの結果は2対5で STBC が敗北しました。連盟の大会は準決勝で敗退しましたということで、反省点としては、まあ、残塁、今日は完全に残塁が16とかあるんじゃないし、打線が今日はちょっとあれだったかなって感じ。もう負けは負けだけどしょうがないからまた秋リベンジするしかないし、まあ、強いついて周りからも言われてたり、打線つながったらバーって体力得点取れたりありますけど、こういう競った試合勝てないってことはもうそれが実力なんで、それはしっかり全員で受け止める必要がある。まあでも課題としてた走塁で1点取ったりとか、まあ、ゆきさんの評判号とかやろうとしてたことをこう実行できてるっていうのはいいことなんで、まあ、次の試合まではちょっと僕修正するんで、
ちょっと今回はまあ俺が打てなかったから得点圏で打てなかった部分があったからちょっと自分自身は修正するんで、良かったところは継続して意識高めてやればいいと思うんで、お願いします。STBC 初の連盟大会は3位で終わりを迎えました。秋必ずリベンジします。